エセロックスター。酒持ってこい。What can I get for you today? Mirror, beer, pitcher. Pitcher? Yeah. That's all. Okay, thank you.ビールしか飲まないよ。というかですね、ここはですね、僕すごい、店長さんはおすすめフードかなんかを出してくださいましたけど、あんま食ったことないです僕。他でディナー食ってから、酒ここご覧のようにオープンエアなので、タバコを吸いながら酒がやっぱり2時までなんですけど酒が飲めるので、ここよく利用するんですよね。結構それだけだったりするんですけどね。本当他はフレンチフライ頼んでビール飲んで終わりみたいな。また昼間からダメな大人になってやっぱりね、やっぱり人間は酒だ。普段はほとんど和食ですね。日本の食品のスーパーとか行けば大抵のものはあるので、本当だから白飯に味噌汁に焼き魚にわさび漬けとか、なんか納豆とか、そういうものをほとんど食ってるんで、日本にいる時以上になんか日本食ですね、カルシウムいっぱい取ってるなって感じがしますよね。で夜もだからくどいほど申しますが2時までしか飲めないので、家帰って飲むほど酒、本来酒好きでもないので、飲むこともなく健康な日々なのかもしれません。飲む時はすごい飲むらしいですよ。いや、最高飲んだ時はまるで覚えてない、ね、覚えてない。日本酒2升とか飲んでましたよね。去年はだからひどい年だったんですよね。年のせいにしちゃうけど、いやもう春ぐらいにね、なんか酔っ払ってて、滑ったんだよね結局。滑ったんだけど結構泥酔してたから、そのまま切り返せなくて、そのままガーンっつって倒れて、アスファルトにここぶつけたのね。うわ、で2日ぐらい家でなんか二日酔いが取れないと思って、なんか寝てたんだけど、ぐわんぐわん回ってんのね、おかしいなと思って、それで病院行ったら、最初なんか酒臭いから、お医者さんも別にそんなに軽くしてたんだけど、なんかレントゲン取ってみたら、お客さんに、患者さん大変っすよって、割れてますよで、空気入ってますよ、うわ、血溜まってますよって言って、ここに中、それでそのまま入院してほしいんですけど、ベッドないからって返されて、それからまた別のとこ行って入院、1ヶ月入院してたんですけど、ね、去年のなんだ年末ぐらいは、やっぱりその同じぐらいの、やっぱり酔っ払ってて、なんかね、車のボンネットの上に乗ってたらしいんですけどね、そっからね、飛び降りた時に裸足だったらしくて、でポンって飛び降りたら次の日立ち上がれなくて、かかとの骨が折れてて、最後の方は記憶にないですね。リックスジャパンのメンバーの皆様方によりまして、追悼の調べをお捧げいただきます。Thank you.
てなわけでお送りしましたけども、非常にでっかいアメリカというかでっかいカリフォルニアでちっちゃなちっちゃなエリア行動エリアマップでした。ロサンゼルスっていうのは基本的にはだからさっきそうにも申しましたけど私にとっては修行僧になる場所であって決してカリフォルニアの青い空とかっていうのはリゾートのためでも体のためでもなくてなんかここで分断されて日本みたいななんか情報がいっぱいあるところに住んでて育ってその中でなんかここに情報分断された中でそんないろんなものをなんかまとめるアトリエみたいな街だと僕にとってはそういう街です。今日はありがとうございました。天気もすっかり晴れてまいりまして、カリフォルニアの青い空の下ヒデがお送りしました。レモネードっていうのは基本的にレベルで、結構成り行きなんですけども、なんとなく漠然と何でしょうそういうファクトリーじゃないですけど、いろんなもの例えば洋服にしても、全部ロックから発生するものなんですけど、音楽から、それがだから全部一つのこれ着てとかって言った時に、そのレモネードっていうものの中で何でも作れたらいいなっていうのが本当に出会いだと思ってるので、プロデュースってことがあって、なんかそのする人を探すっていうのはなんか基本的に性分じゃないので、なんか例えばあって、なんかこいつとやったら面白いとかって思うようなことが先ですね。僕よく言うんですけどなんかジグソーパズルの最後の1個のピースがハマる感じっていう音楽を聴いた時に、人の曲とか聴いた時にその感じを思った曲っていうのはもうなんか一生もんだったりするんですけど、そうですね、だから料理みたいな感じだと思っているので、機会というか出会いですよね、あればやってみたいと思いますけどね。